屋の車の話始まりました。はい、この収録だとどっか行こうとしてるでしょ。そわそわしちゃってノーコメント。六本木でですね、この後鈴木あぐりさんとですね悪いことをしようとしてます。悪いことじゃない、私は阻止しに行きますからね。来年のモータースポーツの展望を打ち合わせしに。すごい真面目な話を、はい、お二人、はい、実は重大発表ありまして。何ですか。私たちレースに出ませんか。はぁ、っていうのもですね、私たちってどういうこと。12月に開催予定のメディア対抗ロードスター4時間耐久レースっていうのがあるんですよ。はい、これに出場しようと思っております。うん、これが実現すれば地上波の番組で史上初の快挙になるそうです。なるほど、そういうのを目指していきましょう。いいんですけども。面白い、はい、すぐご存知ですよね。俺はなんで、あのね、まあ話すと長くなるのよ。うん、この番組4本ぐらいで行っちゃうんだけど、うんうん、その詳しいやつを今日呼んでるからちょっとお呼びしてよ。わかりました。それではですね、この方が何度も出場されているという方なので、うん、こちらのゲストをお呼びしたいと思います。はい、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。近くのコンビニ行くような格好してきてますね。夏でも冬でもこの格好。いやいや、だからファッションは基本夏しかなくて、その上に厚手のものを着ていくってだけなんですよ。12ヶ月。それはよくわかりますよ。わかりますよ、ね、それで変なし革ジャン着たり、ジージャン着たり。あ、そうですそうです。ね、そうです。冬でも短パン。なんかその辺の小学生みたいな。もうね、中身が小学生なのあなたじゃないですか。俺？うん、俺はだってピストン西澤がゲストって言ったらもうこの T シャツしかないでしょ。これ売ってるの。売ってます。オールテックから売ってます。売ってるんですか。え、これいくらなんですか。2500円ぐらいじゃない。え、売れてるんですか。分かんない。目立つよね。だいぶ目立ちますね。静かなブームです。皆さんお買い上げはいただくんですけれども、うん、誰も着てるとこ見たことない。多分ね、おそらく家でパジャマがあるんですよね。でもいいですよね、爽やかで。どう、爽やかでもなんだろう。お顔が割と大きいなと思って。これでもあれでね、あの公園で向こうからさ、これ着てくると目を背けますよね。なんで背けるの。そんな話じゃないんでしょ、今日は。そうなんですよ。はい、あのピストンさんが何度もこの耐久レースは優勝してる。はい、優勝ですか。優勝もしましたよ。すごい、それぐらい。結構表彰台乗ってる。すごい。いやいや、もう出ればね、なんとかしますよ。あ、ちょっとそれじゃあ、それ多分見てる方も知らない方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっと概要教えてください。概要、はい、あの初代ロードスター、今のロードスター4代目ですけれども、うん、初代出た時にロードスターはあんまり改造しなくても4時間の耐久レースぐらいできるんだぞっていうことで、メディアを集めてその良さっていうのをみんなに知らせてくださいっていうのがそもそも。なので、そうです。そんなに改造した車じゃないです。で、今使ってる車もマツダが全部管理していて、走行距離から、あと素晴らしいのが、あんだけ工業製品なのに誰がこう走っても同じタイムで走れるような、まあ要するにすごい製品が揃ってるんですよね。あの何人ぐらい出れるんですか。4時間で確か5人だったと思いますけど。1チーム5人までで、はい、何チーム出るんですか。多分24、5チームいる、はい、5人いるところもあれば3人しかいないところもある。あ、そうか、それはいいんだ。3人のところは勝ち狙ってますね。で、大体プロ雇うじゃん。そうですね、プロ雇うって自分のことじゃないですか。俺はだってもう引退してから20年も経つよ。いやプロを入れてもいいってことですね。そうですそうです、うん、あの助っ人扱いになってプロが乗る時間っていうのは少ないんですけど、あー、そういうところ。それでも4時間のうち、はい、例えば何分ぐらいプロがいいんですか。40分だからかな、はい、だって、そう、あんまり乗っちゃいけない。土屋さんは40分だったんですね。そうそう、うん、そしたら誰とやってるの。僕はあの自分が昔からレースやってる仲間と組んでて、はい、それでラジオのチーム、ベストカーチームじゃないんだ。ベストカーは今はベストカーじゃないです。あ、違うんだ、今 J ウェーブチーム、はい、J ウェーブチームですね。はい、ベストカーでも出したんですか。いろんなので出ましたね、ーカーマガジンでも出ました。だからいろんなところに引っ張られるんですよ。あ、まあ、それだけやっぱ腕がいいってことですね。頭いい。頭がいい。どっちが必要なんですか。頭ですか。頭いいですか。頭が必要なんですか。何が必要なんですか。それが言った何が必要、うん、頭っていうの、うん、あ、
走り方だよね。ガソリンがですね、まず満タンにしますよね、はい、で大体あの車の満タンが30リットルちょっとなんですよ。30リットル、でそこからガソリンの携行缶で、ガソリンを給油していくんですけど、それが、20リットルまでだったかな。で計50リットル。あ、決まってるんだ。はいはい、これで4時間走るので、全開でいくとそれじゃ足んないんです。なるほど。なんで速く走るけどあんまりガソリンを使わないで走るっていうのが重要。速く走るんだけどもあんまりガソリンを使わない、まあ、燃費のね、そうです、そうです、いい走り方って。そうです。具体的にはどういうことですか。具体的にはもう山ほどありますよ。土屋さんとかその技の方向ですから。土屋さんどういうふうにやると。そんな旦那だなじゃ教えませんよ。俺の時のいい走り方とかあるんだ。ガソリンを使わないで速く走る、うん、これはもう基本的にコーナリング速度を落とさない。あとは普通はコーナーの手前でブレーキングしてブワンブワンブワンってシュート出してる。シュート出してますね。それでもガソリン食ってるでしょ。ブワンブワンブワンで3回吹かしてるからガソリン食ってる。吹かさないとこのレースは。そう、難しい。だからめっちゃ難しいですよ。 めっちゃ難しいですね。はたから見てたら、あ、土屋下手だなって思う。だからシフトダウンで回転合わせないから、うん、でコーナー入っていってから立ち上がるギアだけ入れる。だから、うん、ガソリンをなるだけ使わないってことはアクセルを全然踏まないで走れる方がいいのでスピード落とさないです。例えばどのぐらいなんですか今。リッター12、3。あの車普通に街中乗ったら10ちょっとぐらいですけど、うんうん、それをサーキットで全開走行しながら6キロぐらいですね。半分ぐらいで、はい、それでタイム出していく。これ今聞いてね、例えば出場台数が26台だとするんですが、うん、はい、その26台の車は全部マツダが管理してるんですか。うん、そうです、そうです、うん、ということはその日まで一般のトルコス、うん、まあ、レーサーの皆さんはその車に乗れないってことですか。そうです、そうです、はい、あ、だから普段からマツダの車を買って練習してる。僕ね、ロードスター5台買ったんですよ。そういうことか。今の格好のやつ。それなぜマツダが全部管理してるんですか。いや、みんな持って帰っていじっちゃうから。インチキするから、うんうん、あ、で勝ってはそういう時があったんですか。あった、まあ、インチキっていうかもう渡した時点で好きにしてくださいだったんで、うん、もうレース用のパーツ山ほど突っ込んでトップとビリの差が 5、6 秒とかね。それじゃつまんないですよね。つまんない、うんうん、それで一括条件が一緒ですもんね。そうです、今はね。条件が一緒ってもっと言うと市販車のままとは違うんですか。うん、市販車にロールバーとブレーキパッドと、うん、あとエンジンオイル、うん、それからあとレースで使えるようなポテンザのタイヤ、うん、これぐらいですね。じゃあほとんど市販車だ。そうです、そうです。なるほど、それは面白いな。いや面白いですよ、なかなか。面白いです ね、うん、面白いですよ、うん、なんでロードスターっていうのはあんまりいじんなくてもサーキット走れるっていうのは未だにそれでやれているっていうのが、うん、なるほどね、あれはなかなか面白い。じゃあ今回ですね、まあ、どういうものなのかっていう、まあ、ちょっと VTR を用意していますのでそちらを見ていきたいと思います。はい、これ前回大会の映像も福田さんですね、はい、出ます。はい、こういうもんですよっていう、うん、あ、国沢さんもいたよね。今ベストカーチームじゃない。やっぱ知ってる人もテリーさんたちからするといらっしゃいますよね、うん、きっとね。ああ、そうですね。シグナルが変わりまして、僕川村のチームと3年連続ぶつかってますから。あ、そう。毎年ぶつかるんですよ。ぶつかると自腹で直さなきゃ。筑波の自腹なんだ。そうです、筑波のこれってレース場っていうのはどうなんですか、そのコースとしては。まあ2キロだからちょうどいいですよね、こういう車にはね。排気量のでかい車も400馬力以上の車だとちょっと物足んない。これはもう始まってるんです。始まってますよ、これも。これもう始まってます。ちなみに皆さん何キロぐらい出すんですか。スピード的にはね、150、160だと思うんですけど、今 1.5 リッターだから多分あの決勝はそんな出ないですよね、ぐらいね。そう、予選でそれぐらいで130ぐらいじゃないですかね。これあれですか、例えばあ、これ僕ですね、内側に。ここでね、加藤さんとぶつかっちゃった。ほら、どうぶつかりましたね、今カーブラぶつかり、今ぶつかって、わざわざ松田、ぶつかってるところ持ってきました、これ例えばオートマの車に乗ってはい、うん、燃費が全然合わないんじゃないですか、うん、だから勝負権はないと思うんですけど、ロードスター確かにね、オートマの車でもよく走りますから、うん、ドライバーコーナー、ね、
でこのドライバー5回も時代あの時間あこの車ですね、これガウラの車で、これは塗装代100万円です。これが一番金かかって、これにぶつけちゃダメです。あ、マスダさんだこれチームの人たちに言っとくけど、あの車は避けてね。でこの辺の安い塗装 のカッティングのやつは大丈夫、白が多いやつは安いやつ。安いね。そうこれ大体20万ぐらいかな。これカッティングシートでしょ。カッティングシートですよ、ね、でガオラのやつは一番高いです。はい、うちのも結構高いです。あ、そう、J-Web、うん、鈴木学ぶにやってもらった。あら、J-Web、 みんなうまいな、運転上手だよね。上手ですよね、うん、あとみんな意外と頻度に運転してますよね。確かに、もっとガツガツぶつかるのかと、だって4時間も走んなきゃいけないから。そういうことか。そんなガスガス、これはハザード出してるの。これはガソリンなくなっちゃう。ガス欠だね、うん、ガス欠、ガス欠飛ばしすぎで。これはその特別なライセンスとかは、これ B 級、 A 級ライセンス、 A 級競技ライセンスいきます。2番手には10秒以上の差をつけまして、最終コーナーに乗り込んできました。面白いよね。これ優勝した頑固一徹のチームですね。はい、土屋さんに習ったのはレースの主催者に嫌われてからが1人前のレーサーだってなるんですよ。言うことばっかり聞いてんじゃねえ。僕言うこと聞いてますけどね、いろいろこの裏切り者を。いやそんなルマン式って、だって土屋さんまぐれでルマン2位になってるんでしょ。まぐれじゃねえ。あ、まぐれじゃなかったですよね。トヨタで総合2位、そう、ホンダでクラス優勝。優勝すごい。これ優勝するとどうなるんですか。優勝すると、優勝カップもらうのと、あとはいろんな粗品をもらって、でそれをみんなで分けるのが、みかんとかオイルとか、もっとなんか米とか分かりやすい。現金は、現金ない。あ、ないです、ないです。そういうのではないんだ。商品のためにやってるわけじゃないですもんね。優勝というその栄光のために。あ、それで言ったらね、一番の栄光は実は優勝よりも予選で、予選は全開で行くじゃないですか。だから業界内で一番速いやつは誰だっていうバトルなんで、そこは本気です。どのチームもプロを予選で使うね。そうですよ。で、そのプロが走る中でピストンがプロをやっつけるざまあ見ろって、その快感だけでやってるのこれ。でも偉いですよ。頑張りました。僕土屋さんと100分の1秒まで予選で一緒だったことあります。うわー、すごい。そこまで頑張って、あ、やったなと思うのが一番の予選の醍醐味だから、うん、予選が一番熱くなるんですけど、予選はね、午前中のめちゃくちゃ暑い時間でヘルメットかぶって車の中でじっとり待ってる時に、うん、もう本当に無理って思います。今回の12月は嬉しいですね。きっと寒いと思いますね。寒いか。あ、でも今度は、ね、暖房入るから。あ、ね、あ、入ります。でもあのエンジンに熱加えるとやっぱりエンジン遅くなるんで、寸前までエンジンつけないんですよ。なのでじーっと我慢して待って。吉田さん、はい、そういうことらしいんですけどね。どうしますか。私たちはなんかあの手軽にレース出ましょうとかって言っちゃったんですけど、これ、まあ、危なそうですね。あ、危なくはない、うん、危なくはない。楽しい。本当ですか。本当に。だから頭使うから、かなり。だからそうだ、燃費で全開みたいな。テリーさんに、うん、そのやっていただこうと思ってたんですけど、うん、どうですかテリーさん。何を。実際に運転を。いいえ、テリーさん待ってますよ。無理。運転は無理だよ。運転無理ですか。だと思うよ。いや俺普段一個60キロ出してんだよ。それ逆に迷惑です。それは俺がレースなんか無理ですよ。分かった、じゃあ5周にしよう。5周ならいいでしょ。そういう周なんですよ。ショートでね、スプリントで5周だけ走って、うん、それでピットで交代する人います。いいんだけど、うん、その5周でどんどん俺が抜かれてったら、それ他の4人に対して確かに失礼じゃないの。ねえねえねえ、番組的には美味しいから、ね、美味しいね。これ番組的には、まあ、番組で確かにそうだ。番組でしたよ。番組が良ければいいんですよ。ちょっと番組のスタッフに行きたいんだけど、うん、お前ら優勝するつもりじゃねえだろ。優勝するそうだよね。お前らそんなに甘いと思うなよ。何年やってると思ってんの。甘いよね。5周甘いですよ。だからこういう縁起物をぜひ縁起物を走らせてくださいよ。縁起物だよ、うん、じゃあ監督だね。監督、監督、うん、チーム監督。監督って何やるんですか。監督はもうメガホン持って押せーぞおせやらら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 ら
というか、じゃあ監督。監督やらせていただきます。監督、エリー監督で、土屋さんは土屋さんどうしましょう。このスタジオにいる土屋さんはね、じゃああれ、僕に監督教えてくれ。監督を教えてくれ。監督とは何か。監督、監督で、それがいいんじゃないですか。あとで場合によっては土屋さんには助走してもらって、ね、助走してもらって、あの土子で、土子として、土子として、あの、まあ、エントリーしてみてダメ元でやってみよう。ふざけてるな。それで成功したらかまわない。一応ドライバー候補が、あの、私たちスタッフの中にドライバーいるの。はい、もちろん。お、もういますか。はい、お、なんとでしょう。お願いします。これプロじゃん。そう、ね、プロじゃん。そう。ラリードライバーなんで、あのサーキットあんま走ったことがない。ああ、アマチュアみたいな。何がアマチュアよ。これ強くないですか、私たち。これ強いですよ、私たち。これすごいよ、一気に優勝候補、ね、グランツーリスモ世界チャンピオン。はい、よろしくお願いします。山田、山田、都市の息子さん。あ、そうです。どうよね。よろしくお願いいたします。今さら来ました。初めてだもん。初めてです。はい、ご挨拶が遅れます。僕サーキット行って、この人よく山の中にいたんで。すいません。あとかね、そうそう、一つ心配なのテリーさん、はい、こういう人はあの土見ると興奮しちゃうんで、うん、最終コーナーとか土の中入っちゃうんじゃないかな。あ、なるほどね。それ怖いですよね。それだけ怖いですね、ちょっと。あれ、ペツルさんはどこのチーム入る。僕はあの J-WAVE のブリヂストンのチーム。あ、そうか、そうか、はい、ブリヂストン。はい、はい、本当はね、ピストンがうちのチームに入るのよ。本当は入りますよ、もう。テリーさん言ってくれるのも入ります。もううちのチームもう捨ててきますから。捨ててきますけど。そうしよう、そうしましょう。J-WAVE もあって、うちのテリー土屋もある。確かに。だから両方ですか。 J-WAVE 乗った後、こっちに行く。本当に、ね、すごい引っ張りだこだな。そんなのできるの。できるわけないじゃないですか。ダメかな。ダメですよ。だからでもこのままだと、僕はあのこの番組のチーム見つけたら、めっちゃ煽り倒しますよ。でしょ。もうだから厄介な、意地でもやります。こういうね、厄介な男はね、仲間に引き継ぎた方がいいんですよ。ね、ということは、あと2人は探すの、これから。そう、なるほど。募集するわけじゃないのね。探すのね。探したいなってとこですよね。あ、そうか、番組2回目あるし。どうですか、ピストンさんの12月のレースの目標は。まだ語ってないこととして、うん、前回のレースで表彰台に乗ったりなんかしてると、うん、ハンデキャップがつくんですよ。なのでハンデキャップが最長で3分、は4時間で3分って相当なもんなんですよね、うん、あの3分が腹立たしくってね。確かにそうだよね。だそれがあるんで、そこだけなんとかできないかな。ちょっとテリーさんからあの主催者側に少し軽くしてやってくれって言ってくれます。それ無理です。無理です。そんな力は私ないです。あと一気にライバルですもんね、私たちのチーム。そうね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。車の話、番組 YouTube では、公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録、お願いします。